じゃーん。ベースボールマガジン社さんの女子プロレスカード2020トゥルーハート、こちらをね、開封していきたいと思います。皆さんお買い求めいただけましたでしょうか。この一箱にたくさんのカードが入ってまして、レアなカードも入ってるかもということなので、今日は本当にこちらを開封してみようぜ。ご覧ください、もう本当に開封前のピカピカピカ、これをねバンバン開けていきたいと思います。イエーイ。どうしたらいいの。デデデンデデン、これどこれスタンドさせる。あ、多分あの書店とかで立てられる感じの何かついてるってことですかね。ツッタさんがど真ん中におります。イエーイ。これちょっと待って、大丈夫か。こあー、なるほど、こっちですね。あ、そういうことなんですね。これ何、これ何、横はこれ剥がしていいですか。なんか本のしおりとかにできるんですかね。で、からのこれですね。なんかここに穴が開けられる。善悪両覧って書いてる。はい、私今年この表紙というかパックのここにいないんですけれども、つっかさんがねど真ん中におりますね。藤本さんが真ん中におります。で、去年乗せていただいてこっちに、で今年いないんだなと思ったら、なんと開けたらいました。全部ゆきひ、すごいすごい、これはすごい、これはすごい、もうあれじゃないですか、 ある意味表紙より美味しいみたいな。素晴らしい。何個開けても雪姫みたいなことですよ。雪姫嫌いの人は地獄ですね、これ。ワンボックスに20パック入っておりまして、1パックにつき6枚入っているそうです。はい、すごーい。全部で165種類プラスアルファとのことです。そしてワンボックスでも120枚揃っちゃう。どうなんでしょうか。開けてみようぜ、早速。はい、行きましょう。ゆきさんを破らせていただきます。ビリ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 マヤさんになってますね。ビリ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 、やん。さあ、レアな数とかも出るかな。あー、1枚目、おじゃじゃーん、やったー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 。いやー、もうね、今日の動画で出たばっかり、ぴったりやった、ぴったり。どうしよう、ちょっと自分引きがいいです。黒ゆきさん、イエーイ。あら、本当だ、黒ゆき。はい。ちょっと。このパックめっちゃいいの。私、美月選手、戦場の橋本千尋選手、佐紀選手、辰巳梨花選手、あ、こちらも戦場の岩田美香選手。あ、チリンチリン、お卒業するスズ、あさき、スズ、かわいい、スズ出たぜ。ちょっとこのパックにもう一つすごいのが入ってたので、ちょっとその前にサクサク紹介しますね。はい、相川遥選手、加藤園子選手、この野郎、広田さくら選手、そしてこのパック最後、なんとじゃじゃーん、あさひのサイン入った。やったー、めっちゃ引きがいいぞ、イエーイ、すごい、いいだろう、羨ましいだろう。すごいね。すごいすごいすごい。あさちゃん、あさちゃん、あさちゃん、あさちゃん。あさちゃん、かわいいね。あなたかわいいね、あさちゃん。楽しいな。面白い。小石川千恵選手、楽選手、あ、アスカ選手。おお、かわいい。これ、メイリー選手。おお。アジャコング。イエーイ。そして、こちら、中森花子選手の、何カードって言うんだ、これ。スペシャルカード？なんて言うの？なんとかカード？なんて言うの？これ。なんとかカード。プレミアム的なやつだよね。これ、普通の通常カードじゃないやつ。それは、スペシャルインサートカードのチェキ。あ、じゃあチェキじゃないな。直筆サインカードでもない。違う。なんか秘密のカードみたいなことですかね。シークレットカード？
あ、みたいなことではないでしょうか。すごい。はい。すごい。え、これ何個開けていいんですか。あ、もう開けちゃった。3パック。あ、ごめんなさい。あ、もう1個だ。ごめんなさい。それで最後だじゃん。え、それぞれ3パックずつで。3袋ずつですよね。もう1つ開けますか。1、2、あ、もう1個。はい、これ2パック目なんです。まだ。はい、じゃあ、トントンいきますよ。なんと、このパック、めちゃめちゃなんか、あれです。知ってる人がいっぱいいました。マリアちゃん。ほんとだ。アットレスのミーさん。で、マイコさん。ふー。そして、お久しぶりです。ミヤコさん。あら。ほんとよ。そして、じゃじゃーん。出ました、ゆうきさん。あら。すごい。どっちも出した。はい、どっちも出しました。ちょっと自分かなり引きいいな。すごい。予報揃いました。イエーイ。こちらはマドレーヌ選手、どこに書いてあるの、あ、これスズメ選手、佐藤彩子選手、お、ユウ選手、今野みつる選手、そしてサキ様、あお、かわいい。はい、でございました。すごい、アイス選手、私、鈴しか弾いてないよ。わあ、ちょ、なんか、すごい、なんか、ゆかりのある方いっぱい弾いて、ゆきさん両方出ちゃいました。すごい。いや、この放送で両方弾けたのはすごい。アイちゃんすごい。はい。今日出た方はこちら。あ、それでもいいね。はい、今日の試合に出た方はこちらになります。イエーイ。いやー、ちょっといい感じの。これ愛ちゃんも入ってんでしょ。入ってますよね。でもこのね、このボックスに入ってるかはわからないので。いやー、すごい。いやー、もうね、こうやってカードにしていただけること本当にありがたいですね。サイドのやつは店頭販売用のサンプルだそうです。これを持って行って箱をもらうと。あ、なるほどなるほど、なるほどね。これをお持ちください制度になっているってことですね。ワンボックスでダブることはあるの。多分ダブることもあるのではないでしょうか。全然あると思う。で、パックもランダムに入ってて、それをまたランダムに入れるってわけですもんね。うん、うん、いやー、お、愛ちゃんのサインカード出てありがとうございます。確かに、でも集めたくなるよね。このさ、後ろにさ、チェックリストがあるからさ、ね、チェックしていったらさ、そうなんですよ、ちゃんと埋めたくなっちゃうよね。チェックができるようになってるので、どれが出たか、まだ出てないかっていうのがちゃんとね、チェックできるようになってるのがすごいですよね。いやー、すごい。あ、先ほどのちょっと変わったカード、プライベートカード、プライベートカードっていうんですか。だから私服なんですかね。へーへーへー、なるほどなるほど。社長シークレット。アイさん、千春さん出たって、すごい。あー、すごい。二人とも出るって結構な。すごい。ね、多分選手より枚数少ないじゃないかなと思ってるので、なんかすごいですね。ね、あー。おー、塚さんの私服カード、それも多分あんまり数がないと珍しいと思います。8年連続で買ってる、素晴らしい。あ、ゆきさん2種類出た方もね、いらっしゃいますね。すごい、仲間仲間、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しくね、開封させていただきました、はい、しね、なんか普段ね、見てる団体のカードがいっぱい出ると嬉しいですね。うん、ほんと集めたくなっちゃうね。いや、ぜひ皆さん集めてくださいね。チェックリストいっぱいにして、これチェック全部つけてくださいって言って。あれですよね、なんかぜひこのチェックが全部ついた様を見せていただきたいね。俺ね、シークレットも全部集めたんだよって。去年確かね、箱一箱やってね、全部チェックついたの。あ、2個だけダメだったとか、そんな感じだったかな。すごい。そう、意外とね、一箱じゃね、できなかったんだよ。でも一箱でそこまでだいぶ、うん、ニアピン、だいぶニアピンまでいけるはずだよ。すごい。ぜひともやってみてください。わーお、うん、つくしさんの歌声付きカードはなしですか。あの、あれですね、あのバースデーカードとかで開けるとわーわーわーみたいな、なるやつね。ちょっとふにゃふにゃふにゃっていう音の。ちょっとそれグッズで欲しいかもしれない。
懐かしいな。スペシャルポートレートとかありますよね。懐かしい。日本じゃなかなかね、たくさんはないですからね。うん。面白い。開けたらボエー出す。開けたらボエー。そう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 、なんかボエーってなる。そう。ああいうカード欲しいな。懐かしいな。ね。